リンリン、ハロー、パダレール、リンリンパラレルのリンドです。はい。まあもう映ってますけれども、本日はマナちゃんのね、お食事動画を撮っていこうかなってところです。はい。今ね、お掃除終わって、もう下もピカピカ、後ろも、まあちょっと水がね、拭いたのでついてますけれども、お掃除し終わった後で、で、今日はですね、ちょっと冷凍して保存していた、スイカとバナナ、をね、モモンガフードで混ぜたやつ、モモンガフードっていうか、まあ、うちでモモンガちゃんにあげてるフードをね、まぶして混ぜたやつがね、まあ、ちょっとなんだろう、ペロ飯みたいな感じに、ね、なってるんですけれども、それを今あげている状態です。でね、手からあげれない状態なんで、今、びちょびちょで、解凍して、解凍したけど、それでも水分は多いので、スイカもバナナも。なので、手からはあげずに、容器から食べていただいてるんですけれども、もう早速スイカ食ってるね。お腹空いてたでしょ。そう、朝起きると大体もう食べ終わっちゃってなくなってるんですよね、ご飯が。でこの子は大体朝に私はご飯あげてます。でスライムの器というかコップなんだけど、の中がそのスライムの目の上ぐらいまで来るように入れてあげてます。それで大体1日1杯で食べきっちゃいますね。でまだスイカね、1回もあげたことがなくて、スイカ夏にちょっともらったスイカがあって、それをね切って冷凍保管してて、で理由としてはそのうちのモモンガちゃんたちにもねあげれるから冷凍保管して、まあ一切れ二切れをねあげたりっていう感じだったんですけど、こいつも食べるだろうなと思って今回あげてみました。したらもう食ってるね。うん。何って顔してる。構うなよっていう顔された。でも最近ご飯食べてる時もこうやって撫でてもね、大丈夫になってくれました、この子は。ただやっぱりね、抱っことかがちょっと、どうしても逆さまになりたいらしくてね、手の上でね、うまいこと抱っこは、まあいろいろ頑張って見てるけど、なんか落ち着かないらしくて嫌がるんだよね。で嫌がってちょっと指を噛みます。で噛むって言っても、犬とかのそのハムみたいな、甘噛みみたいな噛み方なので、傷ができるほどこうがっつり噛まれることはないですね。美味しそうに食ってますね。下の先っちょ、それなんだ、それ種だな。種はペッてしな、あ、ペッてした、種というかカスペッてしたね。お腹空いてたんだね。あなた夜に食べきるもんね、最終的にね。まあ朝起きてね、こうやって食べてくれるんだったら全然満足です、私としては。ちょっと水分多くてぐちゃぐちゃだけど、うまく食べれる。え、お前もうその中で食ってんじゃん。あれは冷凍したバナナ食ってますね。冷凍したバナナと冷凍したスイカをね、初めて実はあげて、今まで普通に冷凍してない、ちゃんとしたね、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、剥いたばっかりのね果物をあげてて、冷凍保管したものっていけるんだろうかと思ってね、その実験も兼ねております。でそれでいけば、もし冷凍がね大丈夫であれば、ちょっと買い安い時にね買いだめして、バナナはね切って冷凍保管しておいてあげたらいいかなと思ってて、でもしこの子がその冷凍のバナナを食べなかったとしても、ま、私自身が食べれるのと、冷凍したやつをね、常温で解凍したやつはモモンガちゃんたちは食べるのをもう確認してるんで、もしね冷凍保管してたバナナがこの子食べないってなったら、私とモモンガちゃんたちで処理すればいいだけなので、全然いいかなと思ってってところだったんですけど、ちょっと試してみたところ全然食べるね。一応ね、常温で解凍して芯がね冷たくないような状態、氷が残ってない状態のものを与えてます。なんか
内部凍ってると冷たくて寒いかなと思って、夏場とかはねもしかしたらそういう方がね喜ぶのかもしれないけど、お腹空いてるから食べてるね。しかもちゃんとあの容器の壁についているそのモモンガちゃんのフード、あの粉末のフードがちょこちょこついてるんだけど、ちゃんと舐めてるね。モモンガちゃんのフードもちゃんと食べてるから、タンパク質とか炭水化物とかその辺も取れてそうですね。うん、フルーツだけでは取れないね栄養素っていうのはやっぱりあるので、そういう部分をね混ぜてあげてるんですけれども、それはいいことだね。ただちょっと水分量多いからあれだね、あの体がべちょべちょになるね。まあって言ってもこいつ自分で毛づくろいするからな、全然毛づくろいしてペロペロやるから大丈夫だと思います。綺麗好きだしねこいつ、本当に綺麗好きですね。もうご飯食べてちょっとしたらやっぱり体の毛づくろいばっかりしてるから、で器用にああやってねもう片方の足でね食べ物を押さえるんですよ。でちゃんとあの、まあ、いらない部分はペッてああやってねカスで出しちゃうけど、ここねこれねこうやってねカス出しちゃうけど、あのちゃんとね綺麗に食べますね。まあカスが出るのは仕方ないで、それは袋ももんがちゃんたちもねカスペッて出したりするんで。ああやって丁寧に食べるんですよ。でそうそうそう、結構いろんな方がねおっしゃってて、あのコウモリらしくこう2本足でぶら下がってないんだねみたいな話もねされるんですけれども、割と4本でこうやってぶら下がってることの方が多いです。意外とね、多分ね2本の時ってね安定感がないのと、あと寝てる時が2本足で寝てるかな。で2本足で寝て翼の部分で目を覆いかぶすって感じがですかね、してなんだろうアイマスクみたいにする感じで寝ていることが多いですね。お前すごいな、いっぱいそのスイカもぐもぐ食べてるからかスイカの匂いがこっちまでしてくる。いい匂いしてるね、なんか満足そうな顔してんね。ある程度もちゃもちゃしたらあのペッて出しますね。かわいい顔して、そろそろペッてするかな。あ、ペッてした。ほら毛づくろい始めた。あ、ちゃんと毛づくろいしてあそこのところも舐めとってるね、翼についたやつも。そう、あの子ね意外と舌が長いんですよ。で舌で体をやってねベロベロと舐めるんですけど、舌がですね意外とザラザラしていてでその、まあ、ザラザラした面でおそらく舐め取ってるんだと思うんですよね。鼻の上ぐらいまでは届きますからね。あれ届くのかな、あそこのちょっと鼻と目の間のポロッとついてるやつは舐め取れるんでしょうか。あ、でも舐めるのやめたな。あと翼にもついてますよ、あなた取ってあげよう、これ取ってあげよう。ここも取ってあげようか、これはい、はい、食べる、ペロってする、耳をキクキクさせて音を聞いてますね。あ、ちょっと嫌だったみたい。
最近はね、あの蜘蛛の巣みたいのをつけてこんな感じでねやってますけれども、ここをねうまくぶら下がってなんか水飲んだりしてますね。あとほんとごくたまにね下に降りてることがあってびっくりしてます。何してるのかはわかんないです。なんで下に降りてるのかが謎で、この辺にぶら下がって下の方に行ってうんち食べてんのかなとか思ったことがあって、ちょっと様子見たこともあるんですけど、うんちを食べてる雰囲気もなくて、もしかしたらご飯を落としちゃって落としたご飯を取りに行ってるのかななんて思ったり、たまに落ちるんだよね、あのこっからご飯取ったけどポロッと落ちちゃってみたいなのもあるから、それかななんて思ったりもしてました。うん、問題なく食べてるね。オッケーオッケー、冷凍のやつもいけるね。あとはまあ今で3つ、スイカ2つにバナナ1個食べたから、まあ朝食べる分としてはそんなもんでしょう。これをねあのちょっとずつちょっとずつ食べて明日の朝までにはなくなっちゃうので、はい、そんな感じでございます。はい、今日はねうちのルセット大コウモリのねマナちゃんのお食事シーンをねちょっとお届けさせていただきました。ちょっとね実験としてその冷凍のものもっていうところだったんですけど、ちゃんと問題なく食べてくれてるみたいなので安心ですね。はい、ちょっとこの調子でこの子とはねまた仲良くなっていこうかなと思います。まだちょうど警戒心あるね、やめてくれってしてるはい、そんな感じでございます。はい、またねこの子の動画は随時ねアップしていくと思いますので、ぜひともそちらも楽しみにしてください。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは以上、リントとマナちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。